護衛艦加賀の艦首4角へと改修され、伊豆、物改修は4角にまでは工事されていない中、今回は艦首形状を4角へと魔改造した、本当の訳を詳しく見ていきます。F35 ブストブル機を艦載する目的四角にした方が離陸しやすいのかな。加賀、かっこいいよね。海上自衛隊が2隻を保有、運用しているヘリコプター搭載護衛艦出雲、型は、1番艦、出雲、2番艦、加賀、共に運用可能な航空機に、固定翼機である、F35 ライトニング2の B 型を加えるための改修工事が進められている。出雲、型は、ヘリコプター搭載護衛艦、DDH という艦首記号を、海上自衛隊内で付与されている艦級だが、これは、1973年から2011年まで、集約を行っていた春名型護衛艦2隻から、その艦首記号が用いられるようになった。春名型は、春名と、機影の2隻が建造され、基準排水量は4750トン、満載排水量は6850トン、全長 153.0m、全幅 17.5m の艦体を持ち、艦尾に飛行甲板と回転翼機を3機収容可能な格納庫を装備していた。そのため春名型の外観は、これまでの汎用護衛艦らと基本的には同じデザインであるといえ、同時離発着が可能なのは1機だが、3機の回転翼機を収容可能であるため、大幅に航空機運用能力を高めたものではあった。この春名型のコンセプトは、次級の1980年から2017年まで就役していた、白根型にも踏襲され、ジラネとクラマの2隻も、艦尾に飛行甲板と回転翼機を、3機収容可能な格納庫を装備していた、DDH であった。白根型は、基準排水量は5200トン、満載排水量は6800トン、全長 159.0m、全幅 17.5m の艦体であり、規模的にも春名型とほど同様な作りであり、機関部や兵装類もほど同様な仕様が採用されていた。これが、故障としては、同じ DDH な柄抜本的に変化したのが、次のヒューガ型からであり、ヘリコプター運用に用いられる飛行甲板が、初めて、艦首から艦尾まで続く全通式となり、外観上では、航空母艦と呼んでも、差し支えのない形となった。ヒューガ、型も、ヒューガ、と、伊勢の2隻が、2006年から建造され、1番艦である、ヒューガ、が2009年、2番艦の、伊勢が、2011年に就役を果たし、未だ現役であるが、最大で回転翼機11機を搭載し、3機の同時離発着が可能となった。ヒューガ、型は、基準排水量は 13,950 トン、満載排水量は 19,000 トン、全長 197.0m、全幅 33.0m と、全通式の飛行甲板の採用も、相まって春名型や白根型から、一気に規模が大型化し、海外では、ヘリコプター空母という、分類が主となった。ただし、ヒューガ、型は、兵装の面でも、マーク 41VLS、垂直発射管を16セル、三連装の単魚雷発射管を2機搭載するなど、固艦防衛用の域を超えた装備が搭載されており、他の護衛艦同様、単艦での任務にも、それなりに対処可能だと思われる。ヒューガ、型は、全通式の飛行甲板上に、艦内の格納庫から回転翼機を昇降させるエレベーターを2機装備しているが、いずれも、インボード式で、20.0m の全長があり、前方が幅は 10.0m、後方が同 13.0m となっている。このヒューガ、型のインボード式のエレベータのサイズは、
艦載機である回転翼機の SH-60H 系のローター部分を折りたたまずとも昇降が可能なため、迅速な同期の離発着が行えるように設計されたものである。ただし、以後の椅子も、型では、エレベータのサイズを超過する機体であっても、昇降が可能なサイドデッキ方式が一機与えられているため、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦は、代を経るごとに進化していることがよくわかる作りだ。そして、このヒューが、型の運用ノウハウを経て建造されたのが、出雲、型2隻であり、一番艦の出雲、2015年、2番艦の、加賀、が、2017年に収益を果たし、現在の2023年時点では、航空母艦改修の1段階目が、出雲、は終了、加賀、は実施中となってる。出雲、型は、基準排水量は 19,500 トン、満載排水量は 26,000 トン、全長 248.0 メートル。全幅 38.0 メートルと、ベースとなったヒューが、型と比べても、大幅な大型化が行われており、その意味でも、世界基準の軽空母に近づいたものと言えそうだ。出雲、型はヒューが、型に比して、およそ5割ほども、飛行甲板の面積自体が拡張されていることから、前者が4箇所であったる、離着陸スポットを5箇所まで増加させており、そのすべてで、同時離発着を可能にする仕様となった。そして、先ほど軽く触れたように、出雲、型では、航空機の昇降用のエレベータは、飛行甲板内に、全長 20.0 メートルで、幅 13.0 メートルのインボード式を1機、右舷の艦橋の後方に、全長 15.0 メートルで、幅 14.0 メートルのサイドデッキ式を1機装備している。特筆すべきは、この後方に設けられた全長 15.0 メートル、幅 14.0 メートルのサイドデッキ式エレベータの使用であり、一番艦の出雲の機構は、2012年1月だったにもかかわらず、30トンの機体の昇降が可能な設計が施されていた点だろう。当時出雲、型が艦載することが想定されていた回転翼機は、対潜哨戒用の SH-60kg で、重さは約10トン強、輸送用で、大型の MCH-101 で同15トン強だったが、最大離陸重量が、およそ27トン強の F-35 ライトニング 2B 型を、そのまま昇降可能な能力だった。実施に、出雲、型が、F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化の検討を始めたのは、2016年末からが、公的な動きの最初であるが、そうした将来を見据えた設計を後部エレベータに持たせていた担当者の軽眼には、驚きを隠せない。これがなければ、出雲、型護衛艦の航空母艦改修は、もっと複雑化した可能性が高く、簡単には置き換えることが困難だと想定される。後部エレベータの耐荷重量の問題が当初よりクリアされていたことは大きなポイントであろう。さて、出雲、型の航空母艦化改修工事であるが、すでに第一次を終えた一番艦の出雲は、飛行甲板への F-35 ライトニング 2B 型の離着陸運用に伴う内容を中心に、その改修工事が行われた形となっている。出雲、型護衛艦の全通式の飛行甲板上に、航空機用の5箇所の同時離発着が可能なスポットが設置されていることは前述した通りだが、F-35 ライトニング 2B 型の着艦に対応するべく、後ろの4番目と5番目のスポットに対策が施されている。これは、F-35 ライトニング 2B 型が垂直に着艦する際に、飛行甲板に吹きつけることとなる。高温の排気煙、熱に対処するための耐熱加工工事であり、専用の塗料等を用いて、
飛行甲板を保護することを目的に実施されている。そして、飛行甲板上に施されたもう一つの加工が、F-35 ライトニング2が発艦する際に、その指針とするべく、ラインを設けたことで、視認性を高めるべく、鮮やかな黄色のラインが新たに塗装されている。これらに加えて、2番艦の加賀では、出雲に先んじて、現在の1回目の航空母艦化改修で、飛行甲板の先端部分を、従来の台形状から真四角に改める工事が行われており、より F-35 ライトニング 2B 型の発艦に適した形にするものだ。この飛行甲板の拡幅工事によって、F-35 ライトニング2の着艦に必要な距離をより多く稼ぐとともに、その増加した飛行甲板上に、他の機体の駐機スペースも増加させることが可能で、アメリカ海軍の強襲揚陸艦等と同様の目的がある。F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする艦艇としては、アメリカ海軍以外では、イギリスの海軍のクイーン・エリザベス級や、イタリア海軍のカブールという航空母艦が存在するが、これらは飛行甲板にスキージャンプを設けている。これは、F-35 ライトニング 2B 型の運用のみに着目すれば、より重量のある状態でも、同機を離陸させることが可能とめされ、有効な手法であるが、出雲型は、航空母艦改修が完了した後も、回転翼機の運用と併用する方針である。そのため、スキージャンプ方式を出雲型に採用してしまうと、せっかく拡幅した飛行甲板上の駐機スペースが狭まってしまうために見送られたと考えられており、やはりアメリカ海軍の強襲揚陸艦の運用コンセプトに準じたと言ってよいだろう。